さあ両チーム攻守方向を入れ替えまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。大阪ガス相手陣19ヤードからのファーストダウン10。6番ハンドオフを受けました。中央突破、味方ブロッカーの隙間を使いまして見事中央突破し、一気に攻撃権更新を果たしています。大阪アススカンクスファスター、見事なランを決めました。大阪アススカンクス6番は川上、大阪アス相手陣4ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに入ります。大阪ガスファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。ここはエールズディフェンス踏ん張ります。フルバック10番の突破力にかけましたが、ここでエールズ0番と21番殺到しまして、このラン阻止しています。エールズ0番は田川、そして21番は小山です。大阪ガスセカンドダウン2ゴール、残り7ヤード。さあ再び中央のランプレーだが、これもエールズ対応します。何バック28番の突破力が生きるプレーかと思われましたが、これもエールズ対応しました。サードダウンに持ち込みます。大阪ガスサードダウン2ゴール、残り6ヤード。さあこれパスプレーを展開しようとしスクランブルとなりましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームという形になるでしょうか。終了後の反則がありました。アンスポーツマンライフコンダクト、スポーツマンとしてふさわしくない、ラフ行為がありました。この反則は重大な反則として扱われます。残り距離の半分を失う形になり、しかも攻撃権はリセットされ、1回目の攻撃という形に大阪ガス変わります。
従いまして大阪ガスは相手陣3ヤード付近からの攻撃に変わります。大阪ガス相手陣3ヤードからのファーストダウン10。タッチダウン。このチャンスで大阪ガスランニングバック34番の左オフタックルのパワープレー、34番見事にこれを決めましてエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、負傷したプレイヤーのためのタイムアウトです。大阪ガス6点追加となりました。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。佐藤様、確かにここ非常に痛いプレーでした。エールズ結果的にこれがタッチダウンの決め手になった形になるかもしれません。しかしまだ試合は終わっておりません。残り時間の7分36秒でこの9点差を取り返す形がまだエールズには残されております。試合再開となります。大阪ガストライ4ポイント。キック成功、1点追加。大阪ガススカンクス17点、リードイフォートエールズ7点となりました。さあさらにリードを広げる形に成功した大阪ガススカンクス、このまま試合を優位なまま終了する形に持っていくことに成功するでしょうか。はたまたエールズこの残り時間を生かしまして再逆転となるでしょうか。可能性は全くゼロではありません。7分つまり攻撃シリーズが2回ありまして、それがいずれもタッチダウンとなりましたらこの状況は逆転となります。試合は大阪ガスのキックオフで再開です。このキックオフは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。反則となります。この場合リターンチームは5ヤード下げて蹴り直すか、出た位置から5ヤード前進した地点の攻撃か、あるいはペナルティー30ヤードとして自陣30ヤード35ヤードからの攻撃のいずれかを選べます。さあエールズはどのような選択を選ぶでしょうか。フリーキックのアウトオーバーキッキング地大阪ガススカンクス、5ヤードのペナルティーはエールズは5ヤード下げてのキックオフやり直しを選択させました。大阪ガスは自陣30ヤードからのキックオフという形になります。
大阪ガス自陣30ヤードからのキックオフ。エールズリターンに入ります。密集点を突き進むように22番自陣35ヤード付近の位置を確保しました。この位置からのエールズ攻撃に変わります。リードイホートエールズ自陣37ヤードからのファーストダウン10。インターセプト。さあどこまで返すか。ターンオーバー。ここでクォーターバック4番はパスプレーをまず最初のプレーとしました。しかしそのパスを取りましたが大阪ガススカンクス7番インターセプトとなりましたが、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどの反則はプレーが終了してからの反則でした。アンスポーツマンライフコンタクト。スポーツマンとしてふさわしくないプレーがありました。おそらくはオーバーセレブレーション、過剰な喜びがその相手を逆なでるという形で判定されたと思われます。しかしインターセプトそのものは成立しています。ボールが止まりました時点から15ヤードのバッタイを受けますが、攻撃権は大阪ガスに変わります。見事インターセプトをしました大阪ガススカンクス7番は下田。結果大阪ガスは相手陣37ヤードからの攻撃に入ります。大阪ガススカンクスファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック15番スナップ乱れましたが、それを拾い上げてパスを投じました。しかしボールが手につかなかったかパス不成功となっています。なおクォーターバック15番は真島です。15番真島がここで2番手クォーターバックとして入っております。大阪ガスセカンドダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン。ランニングバック6番ハンドオフを受けまして中央へのプレー。味方のブロッカーの隙間を抜けるように見事なカットバックを切りまして攻撃権更新を果たしています。大阪ガススカンクスファーストダウン。ランニングバック6番は川上、素晴らしいランでした。大阪ガスファーストダウン10。今度はワイドレシーバー1番へのヒッチパス、外へ展開したレシーバー1番、そこから右オープンへキャッチアンドランを図りまして約5ヤードのゲインとしています。キャッチアンドランしましたのは大阪ガススカンクス1番のコウ。
しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。この判定を見落としておりました。現在反則の判定を審判団協議しております。プレー終了後に両チームに反則がありました。スポーツマンらしくない行為、ディフェンス、黄色いフォートエール1番、スポーツマンらしくない行為、大阪ガス機関55番、反則はキャンセルになります。双方ともにプレー終了後に反則がありました。ともにアンスポーツマンライフコンタクト、お互いに熱が入りすぎスポーツマンとしてふさわしくない行為があったというコントです。双方に反則があった場合は先ほどのプレー自体が無効となるオフセットとなり、再びファーストダウン10の形で最後の試合をやり直すか、プレーをやり直す形になります。失礼しました。プレーそのものは成立した後の判定という形でしたので、ゲインは認められているようです。セカンドダウン5で試合再開です。さあここで中央へのランプレーを大阪ガス挟みました。何枠28番ハンドオフ託されまして、中央突破はかり約3ヤードのゲインです。何枠28番は北川です。大阪ガスサーダウン2、ボールオンは相手陣16ヤード。さあここもランプレーを投入しました。キャリア34番ハンドオフから左オフタックルを突破しまして攻撃権更新です。大阪ガスファスター。佐藤さんは確かにアンスポーツマンライフコンダクトが多くなっているという点は懸念があるかもしれません。しかし個人的にはこれはそれぞれの選手の闘志あふれる結果が悪い形に出てしまっているだけだと私は思っております。アメリカンフットボールは魂を削り合う競技でもあります。その投手そのものを私は否定する気はございません。タッチアー、ここで大阪ガスはパスプレーを展開しました。外に展開したワイドレシーバー89番にパスをし、キャッチアンドランを図らせます。そして89番キャッチして、そこから相手ディフェンスのタックルを弾き飛ばして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチだ。迫力あるパスキャッチとキャッチアンドランで見事6点獲得となりました。素晴らしい迫力あるプレーを見せましたのは大阪ガス89番の松本。そしてトライ4ポイント、タチアノとのワンプレーに挑みます。キック成功、1点追加、大阪ガススカンクス24点、リードエフォードエールズ7点となりました。
牧師様、メッセージありがとうございます。できる限り解説というよりは実況に近い形に心がけたいところですが、どうしても思いあふれるときにはその主張が入ってしまうことは申し訳なく思います。できる限りこの試合の内容を伝えやすい形の実況に努めたいと思います。さあ試合再開となります。大阪ガスのキックオフ。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ビデオプレーキッキングチーム大阪スカバッタイホヤ、キッキングチームのリレーオブザゲームです。キックオフにも制限時間があります。この時間内に大阪ガスキックオフできませんでしたので、5ヤード下がってキックオフやり直しという形になります。従いまして大阪ガス自陣30ヤードからのキックオフ。サイドチープキック。なんと大阪ガスあえてここで自分たちが攻撃権を確保するためのチープキックを蹴りました。しかしこれはエールズ見事対応しまして、ハーフウェイ付近からの攻撃権を得ています。アメリカンフットボールキックオフのパターンはいろいろございますが、奥に深く蹴るだけがその技法ではございません。あえて短い距離を転がし自分たちが攻撃権を得るオンサイドキック、そして先ほどのように浮かした形でキャッチを狙うチープキックという手法、さまざまがございます。結果的にしかしこれでエールズは自陣48ヤードからの地点の攻撃を得ます。リードよほどエールズファーストダウンテン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番、ここでワイドレシーバー87番にパスを通しまして見事攻撃権更新を果たしています。リードエフォートエルズファースター。パスを取りましたのは87番の福山でした。さあ敵陣に入りましてエルズ相手陣40ヤードからのファースターアンテン。パス不成功。今度は外に展開するワイドレシーバーへのパスでしたが、このパスコントロール乱れ、パス不成功となりました。攻撃回数を1つ失ってセカンドダウンに変わります。エールズ相手陣40ヤードからのセカンドダウン10。ファーストダウン、ナイスキャッチ。ここで密集点に入ったワイドレシーバー17番にパスを投じました。そして17番見事にこれをキャッチし攻撃権更新です。エールズファースター。ワイドレシーバー17番は丸山です。さあ相手陣29ヤードからエールズファーストダウン10。今度もキャッチ。タックル受けながらワイドレシーバー87番このパスをキャッチしまして約7ヤードゲインとしています。福山ここへ来てパスキャッチでチームの鼓舞をしております。ゲインすいませんが6ヤードに訂正といたします。エールズセカンドダウン4。パス成功、ファースター。再びパスが通りました。今度も87番の 福山です。内に切れ込んで見事キャッチしまして攻撃権更新です。エールズファースター。エールズこれにより相手陣16ヤードに入りました。
ヘルズファーストダウン10。このパスも通ります。セキュアリーながらワイドレシーバー9番見事にキャッチ。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。プレーでエールズに反則がありました。レイトヒット、プレーが終わった後にヒットするという反則です。この反則は重大な反則として扱われます。非常に危険な行為のため過失は重く、反則を発生地点から15ヤードの罰則を受けます。従いましてエールズセカンドダウン22で試合再開となります。クォーターバック4番スナップ乱れましたが、自らそのボールを拾い上げ右オープン展開しまして前進を図っております。しかしサードダウンに変わります。エールズサードダウン18。クォーターバック4番パスターゲットを探しながら、しかしプレッシャーを感じてスクランブル、左オープンを展開しましてゲインしていますが、しかしフォースダウンに変わります。ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。そのタイムアウト解けまして試合再開です。試合時間残り1分45秒。エールズ相手陣15ヤードからフォースダウン7。さあフォースダウンギャンブルに入った。パス不成功。
クォーターバック4番迫り来るラッシュをなんとかかわしつつパスを投じましたが、しかしこのパス通らず4回目の攻撃失敗となります。攻撃権はこれによりまして大阪ガスに変わります。大阪ガス自陣15ヤードからのファーストダウン10。中央へのランプレーですが、これはエールズなんとか食い止めます。このランプレーはノーゲインで阻止しました。しかしボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。エールズその確保したい攻撃時間が刻一刻と失われております。大阪ガスセカンドダウン10。これもエールズディフェンス踏ん張ります。しかし試合時間は残り30秒を切りました。大阪ガスサードダウン11。このランプレーも止めます。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、大阪ガススカンクス24点、リードエフォートエールズ7点で大阪ガスの勝利となりました。大阪ガススカンクス、ベスト4進出となります。しかしエールズ、素晴らしい戦いぶりでした。前半戦は逆にリードを奪い、あわや下克上を起こすかと思われる、そのような期待を抱かせる素晴らしい戦いぶり、ナイスファイトでした。本日もご声援ありがとうございました。大阪ガス見事この戦いを制しまして、さらなる高みを目指してまいります。しかし対しましたリードエフォードエールズのその闘志を応えるべく、素晴らしい戦いを次節も期待したいと思います。双方ナイスファイト、ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。
今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。その彼らはこの数年間にあたるコロナ禍にありまして、臥薪嘗胆の時を強いられました。それが解放され、今開花開校の春を謳歌しております。その果てにある頂にたどり着く者は果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信を終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。そして白熱あるチャット、そしてコメントもありがとうございました。本日の配信はこの試合を行いました各チームの申し出によりまして、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可を得て配信させていただいております。その配信を受けたまりましたのは私、道楽屋理者でした。また機会がありましたらお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。